こんにちは、小笠原です。僕は高校時代はフォークソング部というところに入っていたんですけれども、夢は歌手になることではあったんですけれども、もちろん、叶いませんでした。当時高校時代に、自分で作詞作曲した曲があるので、今日はその曲をお届けしたいと思います。フィナーレという曲です。お聴きください。ありがとうございました。